は野田チャンネル。あ、どうも、どうも、どけどもー、いやー、めっちゃそれでー、ありがとうございます。ということで、まだ買ってきました。ね。まあちょいちょい買ってるんでね、まあ動画がね、同じような動画になっちゃうかもしれないですけど、いや、ただ物が違うっていうね、ところがあると思います。ね。はい、ということで見ていきたいと思います。まあ、どうだな。そうだな。今回はじゃあ、もう、ちょっと、いつもと違う感じで行ってきますか。ね。はい。じゃあ、こちら行きましょうか。ダーン。ディディゴング、レーシング、ニンテンドー、64のソフトが出ます。64のソフトが出たってことですね。はい。ジャンク品です。50円。やりました。DS の、あ、DS じゃない、64のソフト50円だってことでね。安。税込み50円ですからね。やりました。ね。端子はちょっと汚れてるね。どれくらい映るかわかんないですけど。うん。端子でも磨かれ、そうだね。あんまりこういうの言っちゃいけないもんなってしてんだけど、錆落としてやれば、めちゃくちゃピカピカになるからね。それでいけんじゃねっていうね。ドンキーコング、まあ言えば、ドンキーコングのマリオカートですね。はい。ね。これ、面白いよね、これね。はい、そしてこちら、こっち先にすればよかった。だーん、麻雀64。逆にあんまり持ってる人いなくねっていう。っていう感じでございますね。あんまり、麻雀が好きな人じゃないと持ってなくねっていうね、感じなんですよ。これね、100円の高いんです、ちょっと。しかもね、テープで貼ってやんの、これ。うわ、やめてってなって。綺麗に剥がれなく、これ破けちゃうから下、シールのやつにシール貼るのやめてほしいね、できればね。ということで、今ちょっと、ね。ディディゴングレーシングの安いっていうね。これはやっぱりなぜかっていうと、やっぱ、どれくらい、こう、普及率の問題だと思うんですね。中古があんまり、まあ、あるっちゃあるんですけど、ディディゴングレーシングよりはないと思います。ね。まあ、こんな感じでございますね。あとこれ、これ見ておきますか、じゃあね。だーん。誰でも遊び大全。これね、そこそこね、これ、値段ついたんですよ、これ、当時。なんでかっていうと、これね、あれなんですよ。これ50円でいいんだと思って。これね、高かったんですよ、これね。ここに書いてある通り、いろんなテーブルゲームが遊べるんですよ、これ。トランプとか。ねえ。だから、昔だったらこういう風にね、麻雀しかない。麻雀しかできないよ。今はこれだと昔だったら、ほら、将棋とかね。将棋だけっていうソフトじゃないんですよ。今、トランプ遊びもできるし、このね、花札もできるし、みたいな。あと、これなんだろうな、これ。ね、こう、ピュンってやるんですかな、ダーツじゃないね。チェスとかね、ほら。何でもできるんですよね、これね。何でもっていうか、まあ、遊び大全だから、何種類もね、こう、テーブルゲームが遊べるっていう。これね、よくねっていうやつ。これそこそこ人気あったんですけどね。これね、まあ安いだけあってね、端子がね、汚れてるんですね、これね。ちょっとどれくらい映ってるかわかんないですけど、端子がちょっと錆とか汚れ。で、あるんで、これはもう、これはいつもやってるんですけど、これね。アルコールでね、こう、ピッピッピッって、ね、このね、俺はね、用紙を使ってね、こうね、傷をつけないようにこう、磨いております。用紙に巻きまして、柔らかいものを巻きまして、それでゴシゴシゴシって細くね、やっております。50円だって、これ。安っと思って。遊び台数高かったのに、昔。ねえ。はい、という感じでございます。もう、ここからはまあ、いつもの感じかな。はい、一番くじ、ワンピースのやつですね。なんだっけ、これ。名前が出てこない。ね。この辺、男の人ですね。はい。ということでね、女型みたいな、ね、感じの、ね、やつですね。はい。これ50円ね。これ50円です。はい。これも50円だね。だーん。前の海軍のね。なんつったっけ、戦国さん。ね。はい。ということでね、アクリルスタンドね。はい。これもそうですね。50円。同じ値段で、こんな大きさが違うのに。悟空のね、セリフが書いてます。それによ、落ちこぼれだって、必死で努力すりゃ、エリートを超えることがあるかもよって書いてます。ね。こんなかっこいいセリフ、悟空言った?もう全然覚えてないんだけど。ね。さあ、この辺もね、じゃあ見せていこうかな。はい。これ見たことあるの?前出たな。開封動画出てきましたね、これね。チェーンソーマンです。ね。チェンソーマン。
ね、また2期やるのかな。ねえ、2期やってほしいですけど、やるかどうかはね、ちょっとわかんないですよね。未定ですよね、多分ね。はい。そしてこちら、ダーン。エヴァンゲリオンですね。これ、アスカでございます。まだ眼帯つけてないですね。可愛いアスカですね。これね、人もいますね、これね。ぬいぐるみみたいな人がいるっていうね、これ。エヴァンゲリオンのフィギュアでございます。アスカですね、これね。そうこうしてる間に、こちら行きましょうか。こちらもね、なんか忍者みたいになってますけども、ちょっと、これ袋の入り方がこうだからかな。首がね、こう、ぐにゅって曲がっちゃってるんですね、これね。これですね、なんか忍者みたいな、女忍者みたいな、くのいちか、みたいな感じですかね。これ見てください。ちょっとね、今見えました、これ。靴下と合わせて、おしゃれ！パンツの色がこの、この靴下の色と合わせてる。おしゃれだね、この人。で、これ台座もね、使ってない。見組み立て、ね。これは何のフィギュアって、多分、あれですよね。なんだっけ、トゥーハート。ね、懐かしのトゥーハートじゃないかなっていう、感じがしますね。名前とかはちょっとわかんないですけどもね。あ、手も付け替えられるのこれ。あ、なんか、これ、こんなノースリーブ嘘でしょ。あ、これ、パンツじゃねえわ。水着だわ、これ。あ、これ、脱がせられるね、これね。もう違って見えてるね。あ、そういうこと、これ。水着にもなるフィギュアだ。あ、これ、これ高いね。500円くらいするやつだね、これ。ガチャガチャレベルじゃないね、これ。ということでございます。昔のね、ガチャガチャでも、このトゥーハットとかでも、もう300円とか回りましたからね、これぐらい大きさはね。さあ、盛り上がってまいりました。俺の中で、ということでね。はい。そしたらね、これ。これは何かわかりますかね。だーん。フィギュアです、これも。ね。ヘルメット持ってます。ヘルメッツ。ヘルメッツ持ってますけども、ね、なんかね、レスキューって書いてますよ。なんか見えないです。なんとかレスキュー。水木って書いてあります。水木ですかね。って書いてます。なんか、それ作成、作品のやつなのかな？それともなんかこういう、なんか、よくね、海上自衛隊シリーズみたいなね。萌え駅員さんみたいな、なんかあるじゃないですか。ああいうやつなのかな？ちょっとわかんないんですけど、ちょっと作品とかちょっと全然わかんないんですけど、これね。はい。こういうフィギュア。ヘルメット持ったフィギュア。ね。はい。なんとか飛行隊とかそういうやつなのかな？ね。どうなんでしょうか？全くわかりません。さあ、そしてこれね。これもジョジョの一番くじ。亀のフィギュア。これ、ね、見てない人はよくわからない。ね。演技本かなって思っちゃいますよね。みんなこの亀の中にね。隠れられるんですよね、これね。そういう感じの、ね。ジョジョの、キーホルダー、亀のフィギュアですね。これパッと見わからないっていうね。知る人ぞ知るって感じなのかな。さあ、次これ、行こうかな。あ、こっち行こうかな、先。はい、だーん。懐かしい。ね。ほら、これ出ました。ほら、UFO キャッチャー、初期です。トルトルキャッチャーでございます。トルトルキャッチャー。ちゃんとね、ほら、ライセンスのやつもついてるし。バンプレスト、これね、フル稼働なんです。動くんですよ。これ、手足が動くっていうね。ねえ、だから自分でね、これね、ザクとは違うのだよって言えるんだよね、これ。箱はちょっとね、もうカビっぽい汚れ落ちてますけども、こんな感じでね。これ、俺昔持ってたわーと思ってね。懐かしい。200円ってました、これ。これ、いつだろうな、年式は。年式書いてなかったかな、これ。あ、書いてあった。2002年だそうです。やっぱね。2000年代、こういうね、フィギュアの、UFO キャッチャーのね、景品がどん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 いろんなものがね、出始めたんですよね、これね。手も付け替えられるしね、うちじゃなくて、いけるしね、盾も付けられるのかな、これ。ねえ。グフでございます。はい。ちょっと奥底がなくなってきちゃったね、これ。ちょっと広げますか？まあ、かといってそんなにもう多くはないんですけどね。はい、ちょっと広げまーす。さあ。ブーフね。じゃあ、そしたらじゃあ、これいこうかなー。はい。ダン。ほら、ゲーム。電池もちゃんと入ってる。ね。ゲーセンの、供託っていうのかな？なんかね。ほら。映ってます？ピント。ほら、まだできんの？なんか数字が変わるよ、これ。いろんなできんじゃない？これ。
あ、リセットしちゃった。まあこんな感じでね、なんかできるらしいよ、ほら。なんかまあまあもう一回元に戻っちゃったね。よくわかんないやり方ね。はい。まあそんなこうしつこいな変なのおっしゃったからか。はい。ということでこれまだ遊べるっつうことで、なんか面白いねこれね。はい。ってことで、まあこれなんかこれ100均で売ってるけどね、こういうゲームね、こういうポケットゲームみたいなやつね。はい。50円で買ったんで、まあとりあえずいいかなと思って買っちゃいました。さあ、あとはもうそんなに、ね、数はないですね。はい、たーん。説明書が入ってないクレヨンしんちゃんのソフトです。330円だそうです。これハードオフさんのね、ということでね、ちょっと開けてみますか。これこれも開けてないの、買ったまんま、ちょっとこれしばらく置いといたんでね、よく考えたら何かあった時返品できねえじゃんと思って、もうなんか1週間以上経っちゃったけど、これ買ったままと思ってね、追うケースだけ、もうこれもポイントね、認定、クラブ認定のないですから、もういいんですけど。クレヨンしんちゃん、説明書がないっていうね、330円、安いなと思って。昔はね、この当時はね、もうクレヨンしんちゃんっていうだけでね、もう2000円ぐらいしてましたからね、普通に中古でもね。まあ、元はね、4000いくらとか5000ぐらいしたからね。まあ、いっちゃいいんですけどね。はい。あ、ちょっとごめんなさい、もうちょっとこれもう見切れて、こうがいいか。ね。丸太しをやめて、はい、これ来ました。どん、これ最後ディズニーですよ。アートアカデミー330円、安いと 3DS ですね。絵が描けるってやつですね、これね。はい、上手に描けるようになるよっていう。これ高かったんだけどね、その当時 DS。 これもうこのパッケージだけでもう2000円ぐらい普通に売ってたけどね。もう今こうなっちゃうんですね。安いな。ディズニーなのに300円で売っちゃうんだっていうね。これもね、じゃあ開けてみましょうか、一応ね。はい。なんかあったら困るんですよ、本当に。ああ、そっか。紙ね、これになりました。もう説明書はもうないんですね。そう。だ時々ね、説明書なしってあるけど、元から入ってないんですけどっていうね、ありますよね。だ買い取りの時減額されちゃったのかなっていうね、値段をね。引かれちゃったんかねっていう。2016年って書いてあるね、今ね。はい、ということで、こうやってね、絵がね、上手になりたい人はね、これよく言うんですよ。丸とか三角、四角とかが上手に描けると絵描けるようになるんだよって。まあうちの子にも言いましたけどね、ちっちゃい時に。こんな感じでね、なんかこう描けるようになるんだよなんて、あるんじゃないですかこれね。いいんじゃないこれ、さあ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 、嬉しいですねこれね。あんな2000円、中古でいくら古くてもねえ、後期でも2000円ぐらいで売ってたのに、もうこんな値段ですよ、知らぬ間に、ね。はい。というわけで、こんな感じでございます。ね。また、なんか、買いました。なんか、無駄遣いしてますか俺。ねえ、ちょっとわかんないですけど。はい。ということで、またなんかありましたら買いますんでね。よろしくねということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、します。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。